情報も含めてこれだけ健康情報が世の中にあふれている中で本当に寿命を延ばすのは一体何なんだという話をさせていただきたいと思うんですがそもそも私が健康づくりに興味を持ったのはちょっっと変わった私の父の父影響が大きいです私は広島県の,その瀬戸内海の株それはそれは小さい島で生まれ育ったんですけれども。 あのまあ、よく休日になると父と一緒にこう海岸に出かけて、まあ、いろんな話をしましたで男っていうのはですね、まあ、不思議なもんで山とか海とかそういう大きなものを見るとなんかこういいこと言いたくなるんですね <laughs> でですね私がそのまま海岸でこう砂山をこうやって作っていると、まあ、父はですねこうスッと抱き上げて「よしきよう」と「海は広いな」と「今私たちはこうう小さい島に住んでるけれども将来この海を越えて」 世界に羽ばたくこになるんだぞ。なんてこと、ちっから言われまして。まあ、ただ目の前の海を越えても、そこはこう四国なんですけども。他にもいろんなことがありまして。まあ、同じようにこう作っていると。抱き上げて、よしきようと。医者になきはなるんじゃないぞって言うんですね。なんでなんだって聞くと。人っていうのは、資格を持つと、その資格に頼って生きるようになると。だから、本当によしきがやりたいことができたときに、その資格が邪魔をすることがあるんだと。 だかから医者になきゃっっちゃいんんぞって言われたんですね、まあ、そんなもんかなと思って行ったんですが、まあ、ちなみにそんな父親は医者だったんですけれどもへき <laughs> 治療といいましてその小さい島の唯一のお医者さんとして住民の方の健康とか命を守るっていう、まあ、そういう仕事をしていたんですね。まあ、医者にはなるなって言われたんですけども、まあ、カエルの子はカエルといいますかやっぱりその父親のようにいろんな人の命に関わる仕事をさせていただきたいと思っていて。 でもそれって一体何なんだろうかなってずいぶん悩んでたんですよでそんな私を見かねて父親は野口英世の本を渡してくれたんですねでそれを見て僕はこれだと思いましたこれは来たぞとあの現代風に言うと「野口英世来たこれ!」ってことですよね <laughs> で何で感動したかっていうと病気の原因を見つけて治療法を作ってそれで多くの人の命が救われるとこんな素晴らしい仕事はないなと思ったんですよ ちょっと振り返ってみると野口英世が生きた時代というのは感染症が主なあの人類の健康をがかす病気でした例えば結核という病気がありますちょっと前まで日本ではこの結核が日本人の死因第1位だった時代があります。でこれは日本人だけなく他の諸外国でも同じで例えばですねこれイギリスの事例なんですけども 縦軸が結核の死亡率を表してます。上に行くほど高くなります。横軸が年代ですね。表してるんですけども、これ見てご覧の通り、1940年代にストレプトマイシンという結核を治療する薬ができたんですね。でその結果死亡率がガクーンと下がって、でさらにですね、まあ、医学の進歩はすごいですね。ワクチンまでできたんですよ。でその結果さらに死亡率がガクーンと下がって人類はその結核を克服してきたと。 そういう歴史があるんですけれどもちょっとこのグラフをご覧頂い,いてあれって思いませんか何かというとう治療が薬ができるちょっと前から血核の死亡率がが下って下ってきてるんですよじゃ,もじゃあもしこの年代をぐっと昔に引き戻して歴史的対極的に見たときにどうなるかっていうのがこのグラフなんですね。まあ、確かに医学の進歩によって結核の死亡率はすごい下がってきました。 でも対極的に見たときに本当に死亡率を下げたのは一体何だったんだって見てみると栄養とと衛生の改善だったいいうふうふに言われていますこれ誰がやったんだって考えてみると、まあ、おそらく家族のためにおいしい食事を作ったお母さんだとかあるいは上下水道の整備をしたそういう普通の人たちの無数の努力っていうのが人類の健康を作ってきたんだなということを勉強しまして、まあ、なるほどと。 あの電気とかを読むと例えばそのコッホという研究者が結核の菌を見つけてノーベル賞を取ったとでその後に何十年か後にあの治療薬ができて人類の健康が良くなったぞと、まあ、そういう話を私たちはよく聞くんですけどもその話の裏側を見てみるとこういうふうにもっといろんなストーリーがあるんですね。じゃあですよこれは20世紀前半までの話なんですよ。 で21世紀に生きる私たちにとって一体何が寿命を長さを決める決め手になってるんでしょうか20世紀前半までも21世紀の今はがんとか心臓病のような慢性疾患だとかあとはうつ病みたいな精神疾患ですよね。 それが主な健康課題なんですけどもそれに一体何が寄与しているのかっていうのをまたあの野口治療以降のいろんな研究者が研究されていて皆さん今日朗報です2012年5月20日前現在において一体何が皆さんの健康に影響しているのかちょ今からお示ししたいと思います拍ありがとうございます 何かと言いますとちょっとこのグラフを見ていただきたいんですが数字がちょっと薄いんですが0から 0. まで並んでますで数字が大きいほど健康とか寿命への影響が大きいと考えてくださいでまず最初に肥満を見ていきましょう肥満は良くないって言いますよね太りすぎはよくないで太りすぎるということが健康に影響する大きさを大体0.2ぐらいとして、まあ、これをちょっとベンチマークとしてください じゃ、僕らが今健康に生きるために何が大事かって言われると、例えば、体を動かせって言われますよね。で、体を動かすことがどれだけ自分に効くのかっていうと、まあ、肥満になるよりもちょっと効くぐらいですね。他に何がありますかね。健康に効くよ、情報。まあ、僕らよく聞くのは、お酒を例えば、飲みすぎないっていうのがあるんですよ。で、これは体を動かすよりも,も、ちょっと効きますね。で、他によく言われるのは、タバコ。タバコは健康に良くないって、もう、うるさいぐらい効きますよね。 どれぐらい良くないかっていうと、まあ、肥満のも約倍以上あるんですねで、まあ、この4つの話っていうのは皆さんよく聞く話だと思います。ですよでこれは過去10年20年ぐらいでようやく分かってきたことなんですけども21世紀に生きる私たちに何が一番こう健康に影響してるのかって調べてみるとつながりがあることなんですね。 ももとと社会的に孤独な人っていうのは亡くなりやすい早死にしやすいということが分かっていたんですけれども一方でこうやっぱりあの家族とか友人とかとつながっている人っていうのはストレスがあってもそれを緩和することができるしあとはいろんなコミュニティに所属している人っていうのはこう自分自身のアイデンティティが作られたりとか生きる目的ということが得られるので結果として長生きにするんじゃないかと報告されています。 つながりがあることっていうのはよく知られているタバコだお酒だっていう要因に比べてどれだけ健康に影響するんだってことなんですよ。でいろんな研究者が調べた結果つながりがあることというのは太りすぎない体を動かすお酒を飲みすぎないタバコを吸わないこと以上にものすごい私たちの健康に影響するっていうのが分かったんですね。でただ普段私たちなかなかそのつながりってことを意識することはありません。どういうういいととに意識するかというと 危機が起こった時ですよねあの去年起こったその大震災の時もやっぱり私はつながりということを意識しましたしもしかその個人で見てみるとそのいつ危機を意識するかというと入院した時なんですね。で先日ですね私の友人の格夢という男がちょっとある病気で入院したんですよ。でこう入院した時に私気づいたんですけども1回ぐらいみんなお見舞いに来てくれるんですよ。でも 忙しい毎日の合間を縫って2回3回行ってお見舞いに来てくれる人ってものすすごいい少ないんですねでこれ研究がありまして急性心筋梗塞で入院した人が6か月内に死亡するかどうかっていうのを見たものなんですけれどもお見舞いに来てくれる人サポートしてくれる人の人数によって死亡率がどう変わるかという、まあ、有名な研究なんですが1人もサポートしてくれる人がいないと6か月内に亡くなりかけたら69%だったんですね。 1>, 1人いると 43%2 人以上いると26%というのですね同じ心臓病で同じような手術を受けて治療しているにもかかわらず皆さんちょっと自分自身を振り返っていただきたいんですがもし1か月間入院したとしたときに2回3回と足を運んでくれる人ってどれぐらいいると思いますか これ逆に言うと1か月入院している友達がいたときに2度、3度と足を運びたい友達がどれだけいるかってことだと思うんですけれども先ほど紹介した私の友人の覚悟ですね彼は1か月間で2度、3度と足を運んだ友人が300人いたんですよすごいんですねで、彼はその病院でお見舞い名人とやられていてちょっとした病院の名物ですよね。一体何がすごいんだと まあ確かに彼はつなが,がりを作る天才的なところがあってであ長い付き合いなので一体どういうところが優れてるんだろうなって見ていくと共通の友人で三木おという友達がいるんですが彼どういう人かっていうとすごいいい人なんですけど部屋汚いとかだらしないところがあるんですねでも同じ三木おを書くのはどういうかっていうとはだだらしないいけどいい人よよねって言うんですよちょっと比べてみてください上と下。 同じ情報を言ってるんだけど下のがなぜかというと多分日本語の特性だと思うんですが語尾に「私たちの本当の気持ち」ってあられることが多いと思うんですよ。で覚悟がすごいところはどんなに嫌な人どんなに嫌いな人でも「いやでもなあの人本当はいい人だと思うねん」って言って必ず肯定するんですよ。 でその自分が好きになると相手もきっと好きになってくれる、まあ、そういう夢みたいなことを言ってるやつだったんですけども確かに300人来たってことで本当にそうなんだなというふうに思いましたじゃあ最後にちょっと私の話をまとめたいと思います20世紀初頭までは感染症が華やかしい頃だったので健康づくりのキーワードは栄養状況を良くするとか衛生状況を良くするもしくはこの医療の進歩ということがキーワードでした21世紀 慢性疾患とか精神疾患が主な健康課題の現在健康づくりの一番のキーワードはつながりだと言われていますただこう人と人との関係ですからもうそれは嫌な人いますよねこ嫌いな人もいるでしょうだからこそすごい面白いなと思うのは嫌いな人がいるから好きな人の良さも改めてわかるし嫌いな人でもいやでもなあの人本当はいい人だと思うねんって言って肯定することで 自分が入院した時にもしかしたら一番足を運んでくれるのはその人かもしれないんですよ。<laughs> で小さい頃ですね私海を見ながら父がよくこう言ってました「難がない無難な人生を送るよりも難があることをありがたいと思える人生を送りなさい」とつ <laughs> ながり作り衝突もあるでしょう。 嫌なこともあるでしょう。難もいっぱいあると思います。そういう難をありがたいと思える、そして一人一人と関係を作っていくと、そういう新しい二十一世紀の健康づくり、皆さんも一緒に始めてみませんか。以上で終わりとなります。ありがとうございました。